これ話したんですよね。はい、あ、そうです。はい。じゃあ今日は14。はい。でも体重はね、こんなんなんで。増えないね。うん、そう簡単には増えませんね。でもこう、みーちゃんですでいくつだったっけ？だよね。みーちゃんも増えてるんだよね。だから、まあ、でも一般状態は、このデータに、これ取ったのっていつだったっけ？26だから、この日に取ってるんですよね。だからちょっと少なかって、やっと増えかけてきたところです。オッケー、はい、じゃあみゆちゃん、ちょっとごめんなさいね、上の猫ちゃん出します、ごめんなさい。明日はいいんですね。明日は一回、あの、はい、そんであの、あれだけ、シクロスポリンだけ、あ、はい、じゃあ、あの、受付で、いいよ、もういいできるよ、みゆちゃんの機嫌悪いんだ。なんかさ、注射打ってるときは割とおとなしくしてくれてんだけど、栄養補助のときになんか怒ってましたね、結構。いや、それ聞きました、聞きました。なかなか大変みたいですね。でも栄養補助いるからね、まだだいぶ食べてくれるようになったけど、うん、また、あの、でも来週検査センターやってるのかな、ちょっとその辺、様子見てまた調べ、はい、調べますね。じゃあ、とりあえず土曜日に、はい、はい、じゃあ、そう、もしおかしかったら、吐く下痢があったら、もちろん来てください。はい、なければ、明日お願いしますね。はい。